みんなこんにちはということで、本日もやってまいりました古原靖久 TV よはい、ということでですね、今日はコラボ会なんですけれども、皆さん、もう1年ぶりのこの方でございます。そう、古原靖久 TV の初ゲスト、エンジン戦隊ゴーオンジャーでは相棒スピードラ役を演じました浪川大輔さんですよ。浪川大輔です。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。いや、お久しぶりです。ありがとうございます。いや、ほんと会うのも久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。本当に久しぶりです。元気そうで。いや、あれちょっと疲れてる。5時間前からずっと撮影してます。それは疲れるわ。ずっとこれ撮ってたの？これの、でもちょっと撮りだめをしてました。ああ、でも偉いよね、続けて。いやいや、あ、そういえば浪川さん、ステイラックチャンネルさっき更新してないじゃないですか。言うなって。あれ、なんか見てたのに、なんか浪川さんのチャンネルが何落としてるんじゃないですか。バタバタバタ。スマホいいけど、スマホがはい。いや、そうなんだよね。やろうと思うんだけど、なんかね、なかなか、でも忙しいですもんね、本当に。やっぱさ、企画って難しくない？難しいです。それは。だからそこでね、ちょっとね、こう壁を感じてるところはある。ああ、でもなんか浪川さんって番組やってるじゃないですか。普通に BS だったりとか、浪川んちみたいになったりとか、声優と夜遊びとかってやってたりとかするから、YouTube でやることは多分あんまないんじゃないですか。いや、そんなことはないと思うんだけど、何あれか？潜入ものとか。あ、いいじゃないですか。だって浪川さんめちゃくちゃ逃走中とかにも出たりとかしてるから。いや、それは逃げる方じゃん、潜入してないじゃん。あ、そうか、逆か。媒体自体もあるわけじゃない、 YouTube っていう。だからそういう意味ではやめるってことはないよね、選択肢は。ああ、なるほど。ただ更新頻度はもう異常に低いよね。まあそうですよね。でもまあリアルだな、ちょっとな、声優業としてもやっぱ忙しすぎるんで、やる時間もあんまないですよね、多分ね。まあでもそうね、一人じゃちょっと難しいけど、でも一人で撮ってる時もあるのよ。え、そうなんですか。ではよしって押して、これでいいのかなってピッて消して。あるよ、浪川大輔もそういうことするんですね。やってるんだ、意外と。意外ですね。そう。でもなんかやめることはないんで、まあちょっと気長にね。気長に。はい。でもごめんと。ごめん。なんで更新してない。あ、そういうことですね。そう。いいですね。そうなのよ。あ、じゃあ僕企画持ってくんで、そのステイラップチャンネル何かやりましょうとしたら。はい。あんまり絶対やんないじゃないですか、今の温度感。だってさ、個人チャンネルじゃないから。あ、そっか、会社のチャンネル一応ね。そうだ、なかなか腰が重いけど、でも続ける、頑張る、続けましょう。でも社長さんなんですよ。だから浪川さんってなんかそういうイメージ多分あんまないと思うんですけれども、浪川さんは社長さんなんですよね。で、自分でその声優会社ですよね、基本は。まあプロダクションね。声優会社ってあんまり言わない。声優会社はだって俳優会社って言わないでしょ。言わない。でも声優会社ですよ。よかった、キレが落ちてない。さすがですね、浪川さん。うるさいよ、なんでお前ちょっと上からなの。そんなこと上からじゃないです、全然。いいんだけど、声優会社と、あとまあいろいろ制作もやったりしたり。え、制作もやってるんですか。そう、あと養成所やったり、いろいろやらせてもらってますよ、そういう意味では。ちょっとだから、まあ今日実はその動画の中とかでもちょっと浪川さんにやっぱいろいろ聞きたいこととかやっぱいっぱいあったりとかするので、今日はちょっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう一ついい？はい、どうぞ。あのさ、出る出ないってさ、確かにずっと出るって言ってて、スケジュールが合わなくて今日になったわけで。そうなんですよ。決まってさ、何時に行けるかまだ決まってない段階でSNS に上げたでしょ。浪川さんのもう絶対来る、分かんないじゃん。まだ来てから、まあいいよ、時間も決まってないし、これぐらいだったらいけると思うっていう段階で上がってるから。いや、もう浪川さんが来る前提で質問募集してました。してたよね、はい、もうこれはすごい、一番今年一の絶対行かなきゃいけない仕事だ。マジっすか。古原靖久 TV が今年1ですか。1だよ。うわ、申し訳ない。ついキープだよね。いや、すいません。大丈夫だけど、申し訳ないけど、でも嬉しいです。分かった。いや、ずいぶん喋るじゃん、今日も。いや、やっぱこの1年前にその浪川さんを初ゲストでお迎えした時に、やっぱりその聞く力みたいな話したりだとか、その芸能界でその生き抜くためにはどうすればいいかみたいなことをお話ししてから1年経ってるわけですよ。なので今日はちょっとそこら辺とかも浪川さんにちょっと見ていただきたいなというふうに思って。まあだから喋るテンポは早い。ああ、早すぎます？いや、大丈夫。せっかちだから、そういうの全然大丈夫だけど、全部が早い。全部が早い。全部が早い。浪川さんに久々にちょっとこれもお渡ししとこうかなと。あそこ変わってないね。そういうとこなんです。はい、ドルドルでしょ。そうです、ドルドル。白い白い。よく気づきましたね。よく気づきましたね。白いとかちょっとクリーム色。こっち日に焼けとるやん。そうなんですよ。実はこれスカイドルっていう限定50台しかないスピードルの親戚なんですよ。あ、ドルドルじゃないんだ。じゃあドルドルじゃないんですよ。なんていうのこれ、おもちゃだけでしか出てきてないんで本編出てきてないんですよ。だから浪川さんがもしこの子に声を当てるとしたらどういうふうに言いますか。え、ここは決めんの。あ、そうです、浪川さん。声優ってさ、ある台本がある中でそこに書いてあるのを一生懸命表現するんだけど、自分が決めるの。ちょっと今回はちょっと一回決めてもらって。でもスカイドルではあるから、まあ、ドルなんですかね、もしかしたら。いや、もうせっかくだからフルフルでいいんじゃない。あ、フルフル。あ、もう5音じゃ関係なくなっちゃってんですけど、大丈夫ですかそれ。だってさ、もう一回聞いていい。絶対これ窓際に置いてたよ。いや、そうです、窓際に置いてました。やっぱり日に焼けてるもんこっち。でもすごいっすよ。スピードルは全然焼けない。スピードルは全然焼けない。めっちゃ赤いやん。これからドルドルだ。そう、これはドルドルフルフルだ。そう、フルフル、ドルドルフルフル。あ、可愛いっすね、フルフルも。あ、これはいいじゃん。めちゃくちゃそっくりだね。もう本当に色変えただけなんで。あ、色変えただけって言っちゃ変ですけど、言い過ぎだな。そうですね、すいません。白バージョン、スカイドル。でもエンブレム違うんですよ。どれ。ここの。あ、本当だ。ここ本当だ。ここだけはなんかしっかり。ここだけとか。あ、ここはちゃんとしっかり、はい、やられてるっていう。そうでしょ。はい。改めてね、だから紹介すると、そう、浪川大輔さんはその僕が演じた江角壮介役のその相棒の、そう、スピードだったんですよ。はい。で、ドルドル、また持つ。ドルドル、そう、ドルドル。ああ、可愛い。そう、皆さん聞いたことあるでしょ。そう、これだったんですね。ありがとうございます。これさ、今紹介してくれたけど、15分喋ってる。すみません、確かにめちゃめちゃ喋ってます。15分喋って、今紹介って今までのトークないやん。いや、カット。いや、違います。前座みたいな。前座か。前座だった。はい。ということで、まあ今回は1年ぶりに浪川大輔さんに来てもらったので、まあお互いのその近況報告だったりとか、そうだね。はい。そういうのもしていけたらなっていうふうに思うんですけど。オッケーオッケーオッケー。僕は事務所を辞めてフリーになったから結構いろいろ変わったりとかしたんですけど、浪川さん自身はどうでしょう。まあ年取ったよ。変わんない。全然変わんないから浪川さん。なんかね、今年ね、近況報告だけじゃないけど、今年怪我ばっかりしてんのよ。え？大丈夫ですか。僕靭帯ってね、足首に靭帯って3本太いのがほとんど、一足ずつ。その若い時の怪我で5本ないの、靭帯切れてるの。やばっ。え、6本中5本ですか。そう、大きい太いやつはね。で手術とかもしてるんだけど、まあでも今でもハンドボールやったりとか普通にやってんだけど、たまたまなんだけど、そのハンドボールで捻挫して、試合中に、まあこれ今だから言えることなの、年始ぐらいなんだけど、で捻挫してすっごい腫れたの、足が。本当にこれぐらいになった。やばっ。で、折れてるから。いや、でも折れてる感じではない。もう足も両足折ったりとかいっぱい折ってるから大体わかるけど、折れてる感じではないな。そんな折れてる人なんですか。そう。折れないのあんで1個だけ、心。右足だったんだけど、で病院行こうってことになって、さすがにこれやばい、靴も履けないから行ったの。レントゲン取ったの。浪川さん大好き、折れてません、ひびも入ってません。よっしゃ、これすごくないですか、腫れ方って。そしたら、いや、さすがにお医者さんもこれはすごい腫れ方だから、ちょっと靭帯をエコーで見ますと、いわゆる靭帯断裂になってる可能性が高いですって言われて、その前にね、ちょっと先生いいですか、僕もう20代の時右足一本もないんですよっつって、一応前の先生には人工靭帯の手術もしたんですけど、もうそれもすり切れちゃってて、人工靭帯の手術できなかった、僕今のところ多分靭帯ないと思います、って一応言った、そんなわけ、って先生も言うわけですよ、わかりました、じゃあ一応エコーで見ますよ、何かさあったらよかった、いいですね靭帯が、もちろんあったらいい、見た、先生ですよ、あれこう言ってるからどうしたんですか。浪川さん、人体がないんですよ言ったじゃん。言いましたねないって最初に言ってますよね。で結局、まあ、病名とか症名というか傷の名前何になるかってなるじゃん。何になるんですか。で人体断裂だって言われてたから、はい、でも人体ないんだよ確かに断裂できない。何になるかって言ったら、はい、強めの捻挫。えっ、そんなみたいな。強めの捻挫なんですか。松葉杖ついて、はい、捻挫ですって言うしかない。やばっ、マジっすか。仮病じゃないですかもうこれ。いや仮病じゃねえか捻挫しとるかな強めの。うわマジっすか。それもそうだし、はい、指もそうだし、はい、ですねもやったりとか結構ね怪我ばっかりで最近ですよね調子いいの。絶好調。大丈夫ですか。何が。いやなんか結構な距離歩いてきてくれたじゃないですか今日。うん、怪我するかと思って。ちょっとやめてくださいよ。なんで迎えに来てさ1回しか曲がんないのにここまで出会えない。なんで出会えない。それ言わないでください。いやそうそう、あれね、浪川さんが確かにすごいトイレ行きたくてここに来た時にもう入った瞬間にそのトイレ貸してくださいっつってトイレ行ったらあれ俺って言ってるからスタッフさんは。どうしたんですかって「いや古原君が迎えに行って」っていや僕もね思ったんだよ。前回迎えに来てくれたから、はい、古原君の性格的に迎えに来てくれるかなと思ったんだけどまあ2回目だし、はい、場所も分かってるし、はい、大丈夫かなってことで待ってるんだろうなと思ったら結局迎えに行ったじゃん、はい、すれ違うとこないんだよ。一本道なんだよなんていうのこうすれ違うっていうかすれ違ってるはずなんだよどっかで、はい、そうですね。なんでいないの。いやいや俺もそれは思いましたよ。だけど今これ赤い服着てるけど多分お互い真っ黒だったんですよ。ずーっと探してたけどだから浪川さんがもしかしたら逆方面から来たのかなと思って。逆はないよここにこの場所に逆はない逆はないこの場所に逆はない。いやいやだからあんなに俺注視しながら見てた。ちょっと待って、はい、そういうとこに。なんですか古原君のそういうとこの1年で変わってないの。そういうとこ古原君はやっぱもう根っからの正義のヒーローだから気づいたら悪くないんだよね。だから今の皆さん見てて分かると思うけどもう今僕が悪いことになってる。いやそんなことない古原君は一生懸命探してたけど見つからなかった。これは見つからなかった浪川が悪いことになって現象として今そんなことないですよ。それはでもどっちも悪くないね。これはどっちも悪くないですだよね。でもそうなってなかったですか。今ちょっと指で戻すだけで。マジっすか。多分ね古原君は悪くないって。まあ別に古原君が悪いわけじゃないんだよ。でもどっちかって言ったら多分見つけられなかったら俺が悪いと思うんですよそこは。大人になっただから浪川さんを責めないであげてほしい。ほら、こういうとこなんか、この正義のヒーロー感全然浪川君を責めないでほしいっておかしいからなんで戦隊やるじゃん。まあメインやっちゃったら他できないのはわかるけどそれはレッドだし、ライダーはどうなの。やりたいです。めちゃくちゃライダーやりたいです。ライダーのオーディションとか受けたことある。ライダーはなんだオーディション行ってもなんかあんまりハマらなかったのかなっていうのはちょっとやっぱそういうのはテイストがあるのかもね。ライダーテイストみたいな。僕もライダー出たことない。あ、そうなんですか。うん、なんか声だから別にあれだけど、はい、いや出たいなとは思うやっぱり1回は。あ、浪川さんなんてもうすぐ出れそうですけどね。いやそんな俺神の領域じゃないから一声優だからあれだけどベルトの声ってさ、はい、あ、やりたいですか。1回はやってみたくない。浪川さんでもやってること1回ぐらいあるのかと思ってました。ない。でもなんかこれ見たら「やりたいの?」とか言って浪川さんすぐ声かかりそうじゃないですか。いやね出たいって思う作品があって、はい、いやいろんな作品出たいものいっぱいあるよ、はい、だけど今まででまだ叶ってない38年やってて叶ってないものがあってこれ前言ったっけ長寿番組にまず出たい、はい、出たことないのがあるのよやっぱり。それはそうだよ。でもそこ制覇したいの。何ですかちなみに。出たことあるのはサザエさん、サザエさん、ドラえもん、はい、まあだからみんなポケモンとか、まあ、いわゆる長く続いてるもの、はい、でしんちゃんとかも出てるの。そう何役出てるの。映画とかも出たりしてるから、はい、で出たことないのがドラゴンボール、そこ意外めちゃくちゃとこれ難しいのがちびまる子ちゃん。これね、新キャラ出てこないの。確かにずっと同じメンバーで回してますね。そう確かになかなか出てこない。これ難しい、ハードル高め。ちびまる子ちゃん出てこないですね。と、宮崎駿アニメ。ああ、やっぱ声優としてはやっぱで、まあラピュタ以降ね、声優さんではない俳優さんとか女優さんを使うっていうことがメインにはなってるけど、やっぱ脇だって声優さん使ってるわけだから、やっぱ出たいよね。脇でもいいんですか？いいいいいい、全然。お前ドラえもんなんか焼き芋だよ。焼き芋、顔もない焼き芋役だよ。静香ちゃんに最後食べられるんだから、焼き芋、しゃべる焼き芋。でもその辺やっぱ出たいよ。だから昔みんな言うガンダムに出たいとかあるの分かるけど、やっぱね、その辺はね、長寿番組とか、あとずっとマーベルに出たことがなかったから。ああ、なるほど。やっとそのマーベルで、そのこの間やったブラックパンサー、マーベルの原作ネイモアっていうのが出てきてたんだけど、まあ古参キャラクターってわけ出てたけど、その声をまあオーディションで初めてマーベル作品で。意外。なんかやってないとかあるんですね。ディズニーとかもあんまやってないんだけど、スター・ウォーズがディズニーになったから、ルーカスフィルムから、だからスター・ウォーズキャラクターとしてなんかスター・ウォーズ、ディズニー感あるけど。いや、ありますよ、もうアナキンっつったらもうね。そうそうそう。だけどマーベルは今まで多分初めてだ。ピクサーも去年とか一昨年が初めてとか。一番難しいのはライダーとちびまる子。だからそのちびまる子ちゃんめっちゃ面白いですけど。いや、ライダーめちゃくちゃ難しいよ。あんな一緒にスーパーヒーロータイムって言ってたのに。だからそういう意味では出たいなっていう。これで古原くんがのチャンネルで言ったわけじゃん、ライダーに出たいって。これライダー出たら古原くんにギャラの半分あげるよ。いやいやいやって。あ、でもちょっと僕浪川さんにそれこそ相談があって、そう声優にやっぱチャレンジしてみたいんですよ。なのでちょっと今回その僕がその声優になるためにはどうすればいいかっていうのを浪川巨匠に教えていただきたい。よろしくお願いします。すごいよね、こっちの返事の前にもう教えるのが決まってるんだよ。教えていただきたい。もうだってもう教えてもらうのが当然のような。いやいや、そんなことないですよ。当然とは思ってないです。もちろんお伺いを立てて浪川さんがよければなんですけれども。いいよ。うわ、やった。ただ、まあ、じゃあここで分かりやすいぐらいの感じで言うとしたら、あのね、古原君はね、早いのよ、しゃべりが。はい、そういうことじゃないんだよ。はいじゃないんだよ。でもいい声してるし、なんか声優さんって特殊な能力があるんじゃないか、特殊な技術があるんじゃないかって思うかもしれないけど、いや思います、めちゃくちゃ思います。ないですよ。だってみんなが喋ってるものを古原君も声出せるわけでしょ、それを使ってるだけですから。いや、でもやっぱりそのなんですかね、だって石川五右衛門と浪川大輔ってそのなかなかやっぱ結びつかないっていうのは正直やっぱ今でもやっぱありますし、それこそ浪川さんだって47ですよね。でまた風早くやるじゃないですか、若い声も出せたりとか、要は40代の声出せたりとかって、やっぱそれは僕たちにはなかなかできないというか。でも、まあ、風早君はだいぶプレッシャーだけどね。そうなんですか。今って嬉しいけど。あれ何年ぶりですか？12、13年ぶりだから。ああ、そっか。よく言われてますよ、ネット上では。出んのかよあいつ。マジですか？言われてるんですか？頑張りますけど、まあでも。ね、上が難しいっす。ふざけたご老人とかはできる。例えばこうなんだろう、いやこうやって普通に話しててもさみたいな、おお年取ってことはできるけど、やっぱり本物のこう、いやもう最近80になるとねみたいになると、やっぱ80歳の喋ってる人の方が本物なんだよ。なるほど。下はまだやりやすいんだよね。経験してきてるから、知ってるから。あ、そうか、経験してない役が難しい。その体とかも覚えてたりするじゃん、脳みそを攻めて、その時の体にはなんないけど、その時の感覚は覚えてるわけじゃん、初めて好きな人ができたとかさ、その感覚はあるけど、80歳70歳にはなったことないから、どういう体かどうか分かんないわけよ。だから上の方が難しい。だから若い役を演じるっていうのはまあ、声もあるけど筋肉だから、まあ、昔の声が出るんであれば体型にもよるからね。体型も変わると10キロ変わると全然声変わるからやっぱり。え、浪川さんってなんかずっと変わんないイメージあるんですけれども、うん、変わんないですよね。だいぶ変わったけど、でもコロナの時に5キロ痩せたらやっぱ踏ん張りが効かなくなって3キロ戻したりとかした。やっぱ低音は出なくなる。痩せると。そうなんだ。例えば僕が声優やるっていう風になったりとかしたらどういうのが向いてるかとかってなんかその全然わかんないんですよね。まあ好きこそものの上手なれじゃない。やりたい役がいいんじゃない。ものまねからでもいいと思うよ最初は。まだつまらぬものを切ってしまう。お前五右衛門狙っとんの？いや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 、モノマネからでもいいよっていうから、モノマネからでもいいよっていうから。それか自分の声を、僕よく言うんだけど、これ養成所の生徒さんとかにも、自分の声って多分分かってない人が多いんですよ。ああ、なるほど。例えばさ、留守電とかさ聞いたりとかするとさ、あと取った声、今すぐ取れんじゃん。はい、取れます。取った声を聞くともうキモって思わない。なんか全然違いますね声。それが一緒になったら、一緒になればいい感じ。いわゆる一緒になってスタートみたいな。そこからがスタートだから。自分の声ってお風呂に入ってる時ってなんか気持ちいいじゃん。ワーワーしてる。それと同じなんだよ。だから自分がいい声だなーなんて思ってここ出しやすいなと思っても人から聞くとそうでもなかったんですよ。え、でもそしたら浪川さんってめちゃめちゃいい声に包まれて生きてるってことですよね。だってこれがめちゃくちゃいい声なんだから。いやでも僕はそのいい声だって自分のこと思ったことないから。マジっすか。あと言われたこともない。あんまりなんだろう、言われたことっていうか、まあ応援してくれる人にはあるけど、自分は全く思ってない。いい声だって。本当に思ってない。全然一回も思ったことない。だからあの手この手でこういろいろどうあったらよく聞こえるかなっていうのは。俺なんか浪川さんの爽やかな役というよりかは可愛い役の声が好きですね、やっぱり。なんかそれが俺の中での浪川さんのやっぱイメージの中で一番なんだろう強いというか。まあ今敵だらけだからな。敵だらけやつ。あのペルソナとかってことですか。まあペル、まあもう今、じゃあペルソナは違うか。敵だらけ。ペルソナはまだあの年代までは主人公系よ。もうだから自分がさ主人公、浪川大輔の主人公多めっていうのは多分最近知ってくれた人は分かんないと思う。あ、そうなんすか。敵ばっかり。本当もう本当やべえやつばっかり。最近やったやつとかは。いやもうど真ん中の主人公っていうよりは脇が多いね。まあ確かに鋼塚さんとか。ああそうそう、だからああいうのとかもそうだし、まあだから呪術廻戦とかもそうだし、なんかあれもなんか敵っすかみたいな。敵っすか。東京リベンジャーズとかもそうだし。それみんなねこう今知ってる感じだと。だからまあ配給とかもあれもう10年経つけど、やっぱりメイン校じゃないじゃん。ライバル校だったりとかするから、やっぱそうなってくるんだよね。あといい一つ質問して、だいぶ喋ってきたけど募集したさ質問1個もやらない。確かに読みましょう募集した質問を。そう実はですね、浪川さんに質問がたくさん来ております。あ、こっちにいます。浪川さんに質問が来ていて、ちょっと読みたいと思います。分かる。大体ここにこうあるもん。そうですね、はい。浪川さんへの質問。あ、浪川んちに集合なはフララ君いつ呼ばれますか。出たい出たいです。僕チキンカツ持ってきます。だからその時は誕生日プレゼント買ってきたんですよ。マジですか。ありがとうございます。ちょっとね予想より高くて引いた。マジかこれ。うわこれ俺浪川さんのもう本当ステラックに押しかけますから俺マジで。浪川さんってもう怒られることってあんまない。めっちゃある。今も誰に怒られるの。その時にうわ自分役者向いてないって38年やって向いてないってもうさ振り返れないよ。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。